大体覚えてるな。あ、違ってた。休みの日は何をなされてますか。もう、ガッツ。ガッツ、ガッツ。水切りが甘かったようです。僕は指導を受けました。じゃあ、なりますね。はい。それでは今日は、あの安丸ラーメンに修行に来ました。そして、その安丸ラーメンの店長である荒木店長さんに今日、いろいろ教えを乞いたいと思います。はい、安丸ラーメン店長荒木です。よろしくお願いします。大変ですか。そうですね、大変なこともやっぱあるんですけども、まあ、今あっという間に楽しい1年というか、はい、最近っぽい1年を過ごしている感じですね。荒木店長、実はなんか得意分野がありました。これ見てください。これ荒木店長、はい、書きました。めちゃくちゃ上手くない？うまい。そんな才能があったとは。あの絵だけじゃないですよね、フォントも可愛いですよね、うん。ちょっとここに時代を感じますね。抜群って。ポキャブラ世代を。ということで、本当久しぶりに高一点が来ていただきました。新田高校学食森野店長に来店していただきました。どうぞ。ありがとうございます。今日は本当に、今日はどういった感じで来られたんですか。今日は、はい、修行です。修行とは、新田学食はもう大変だろうが、何回か見に行って、すっごい忙しそうやったんで、大変ですか、やっぱり。そうですね、世話になってきます。子供の方が今お休みなんですよ。あ、そっか、夏休みだ。はい、なんで寮だけなんで、はい、だからこういう時間を利用して引き継ぎとかみんな回せるようにっていう時間らしいです。そうですね、はい、ここが調理場所でいいんですよね。はい、調理場所で。この上に、はい、行きます。なんせ運動が多いですよ。そうですね、なんか子供子供親みたいな感じがするんですか。なんでこれは 3個しか入らないんで、あの、はい、テボが、はい、で3、3で6、はい、中川やっぱ暑いですね。暑いです、暑いですね。めちゃめちゃ暑い。熱中症に注意してください。はい、そういえば俺荒木店長に空調服貸してるんですけど、あ、まだ戻ってきてないですよ。仮パック、仮パックで、もう1年以上入ってきてないです。これは仮パックという、転ばに転ばでアピールしてます。返してください。すごい、いや絶対冗談。まあでもこのそれぐらい熱い買っちゃったぐらいすごい激務だと思います。だからこのラーメンを離れてめっちゃ太りました。普通こっちの太りそうなんですけど、あ、やっぱラーメンやってこういう動きとかもうやっぱなんていうんですかね、結構肉体労働なんですよ。意外と歩いてますよ。歩いてる上とかもどうですかね。あのラーメン屋でやっぱ嬉しいこととかなんかあります。やっぱりもう僕はお客さんにありがとうございましたとか美味しかったよっていうちゃんと言ってもらえるんで、それがやっぱ一番いいかなって思います。休みの日は何になされてるんですか。ガッツ。ガッツ。いけない。はいはいはい。ちょっとやっぱ上手くなったんですか。ちょっと上手くなりました。あれから、あの、飲みでちょっと練習してます。楽器のマニアックぶりがすごいんですよ。なんか、どこやったっけ、はい、アボリジンの楽器とか。それを前屋上で、なんていう、弾いてもらったんやけど、シュールすぎる絵面でカットしました。製麺をカットしたいと思います、はい、これそうそう、これですよ、製麺の刃。確かこれ20番やったっすね。大体覚えてるな。 あ、違ってた。いかんねー。でも大体覚えてるぞ。こうやってやっぱ下手くそになってますね。忘れてますか。はい、初めてこれ見た時ですね、なんかここエモくないですか。なんかメカファンの人やったら結構好きになると思うんですけど、荒木店長、製麺はどうですか。製麺がちょっと難しいです。湿度とかってあのよく言うじゃないですか。あ、言いますね。はい、本当に結構すごい変わってくるので、そこで、はいはい、結構本当すごい繊細なところなんだなっていう感じがします。おっと言ってるうちにもう終わりそうですよ。はい、言うてもやってたんで覚えてますね、体がやっぱり。今日はこの後何をすればいいんですか。またカツオザルを作っていってまいります。これ15やったんですよ。はい、時間、これ全然覚えてないわ。これはね、あのラーメン屋のライブの部分ですよね。入れますよ。正直に言います。一つとして覚えてなかったんですよ。これ一杯で。はい、一杯で大丈夫です。はい、上がりました。一回切れますね。最後ちょっと絞りました。これで行きます。水切りが甘かったようです。今指導を受けました。下手くそやな。指導が入りました。あ、本当綺麗よこれ。はい、
はい、完成です。はい、いただきます。カツオザルス、期間限定なんで。締めてる分、全然食感が違って美味しいですね。やっぱ夏やと食べたくなる感じですか。いや、なりますね、うん、すごく爽やかです。梅も、梅とカツオ相当合いますね。鶏チャーシューいただきます。うん、チャーシューいかんのかい。これも守る、守る。何やった今、一回チャーシュー見せる。うん、カツオザルは絶対鶏チャーシューです。美味しい。レモンも入れていきます。うん、夏に酸っぱいものを合わせてより美味しくさせてるんですよ。うん、この酸味がすごい美味しい。いや、普通のラーメンよりもちょっとグイグイいっちゃいますね、酸味とこの爽やかさで。ごちそうさまでした。お疲れ様です。はい、いよいよオープンですね。はい、オープンです。今日はちょっと先ほど言っていただいたカツオザルラーメンが惜しいってことですね。そうですね、もう夏はもうこれを押して、暑いので、あの非常に美味しかったです。本当ですか。あのやっぱりこれ絶対合うんですね。このラーメンにはやっぱり絶対鶏チャーシューだと思いました。あ、本当ですか。はい、非常に美味しかったです。もう暑い時に本当結構両方冷たいので、麺もスルスルと食べれるかなと思うので、ぜひカツオザル当てて食べに来てください。今日いろいろ体験させてもらった、面白かったですね。久しぶりに、いや、いや1年以上前にあったはずなのに、たかたか1年ぐらいなんで、結構慣れたもんやなと思ってたんですけど、また改めてあのやらせていただいたら新鮮でした。なぜか非常に楽しかったです。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。あと荒木店長、はい、絶対僕の唐揚げ忘れてるでしょう。あ、忘れしました。うまみディライス。This is where I draw